カタリナ・トマシェビチ・コトロマニッチは、ボスニア・オースティエパン・トマシュの娘。最後のボスニア王女である。ボスニア王国が、オスマン帝国に征服された際に捕らえられ、イスラム教に改宗した後、オスマン帝国内で余生を送った。カタリナは、ボスニア・オースティエパン・トマシュと、カタリナ・コサチャイコール・コトロマニッチの娘である。ド同ア兄に、シギスムンドがいる。 1461年7月に、トマシュが死去すると、イボ兄のスティエパン・トマシェビチが王位を継いだ。通説として、スティエパン・トマシェビチの在住シギスムンドは、妹や母と共にホイニツァのコゾグラド城で、育てられたと言われるが、実際には、王がこのイボ帝を焼いツへの王宮で蕎麦近くに置いていた、可能性が高い。というのも、子いいスティエパン・マシェビチにとってシギスムンドは、 推定相続人であったからである1463年5月、メフメト2世へ率いるオスマン帝国がボスニアに侵攻した。抵抗を諦めたボスニア王族は、天でバラバラに分かれて、クロアチアやアドリア海沿岸へ逃げることで、オスマン軍の追求を振り払おうとした。シニスムンドと妹カタリナは、母と別れて逃げたが、ヤイツ江に近いズベチャイの町で、オスマン軍に捕まった。 国王スティエパン・トマシェビチは、クリチで、オスマン軍に騙されて投降し、間もなく斬首された。母カタリナは、脱出に成功し、最終的にローマに落ち着いた。ボスニア滅亡後の動向について、兄のシギスムンドについては、比較的よく知られている。彼は、イスラム教に改修して、イシャクベイクラロールと呼ばれ、オスマン帝国の高級軍人となっている。一方カタリナについては、 同じくイスラム教に改修したということ以外に確かな記録は残っていない。彼らの改修やオスマン帝国内での教育については、すでにオスマン帝国内で高い地位を得ていたおじのヘルセクザでアフメドパシャが関わっていた可能性が高い。セルビアの歴史家、グリゴリエ・エレゾビチは、カタリナの母方の王子である可能性があるスコピエの三尺イコル米のイサベグ・イサコビチが、 カタリナの後継人に認じられたのではないかという仮説を立てている。クラルクズ病。1963年のスコピエ地震で破壊され、21世紀に再建された。ローマでは母、カタリナ・コサチャイコールコトロマニッチがシギスムンドと娘、カタリナをトルコの旅衆から解放するための活動を続けていた。1470年、彼女は、 10歳の娘に言及している。おそらくこれは、旅修になって10年が経つ娘、カタリナのことを指していると考えられている。4年後、母カタリナは、オスマン帝国国境へ赴きミき身ロキ金交渉をしようと試みた。ムスリムのイボ帝、アフメド・パシャを頼ろうとしたと見られているが、失敗に終わった。1478年、母カタリナは死去する直前に、 もし娘カタリナがキリスト教信仰に戻りシギスムンドが戻らない場合には娘カタリナがボスニア王位を継ぐべきであるという遺言を残した。歴史家へレゾビチはカタリナがイスラム教会集にあたり解明し結婚してスコピエで余生を送ったのではないかと推測している。彼はスコピエのムスリム墓地内にある15世紀のクラルクズ病に葬られている人物がカタリナではないかという 説を提唱しており、広く認められている。クラルクズ、王女のトルコ語、キリル・キージーという名は、イスラム教に改宗した王女が眠っていることを強く示唆しており、カタリナは、その最有力候補である。これが正しければ、カタリナは、未婚のまま可能性もある。既婚のムスリム女性は、夫の名のもとに埋葬されるからである。ただエレゾビチは、同時に、 テトボから出たムスリム貴族の一族がスコピエのクトゥルマンの子孫であるという主張をしており、これがコトロマニッチ家のことを指している可能性があるという点にも留意している。ありがとうございます。